はい、ではペルーを代表する、カクテルピスコサワーを紹介いたします。ピスコ、まずピスコとはマスカットで作られたブランデー蒸留酒です。香りが良くて、上品なお酒です。このピスコを使って作られたペル、ピスコサワー、こちらをご紹介したいと思います。材料はピスコ、レモン、ガムシロップ、卵の卵白、この4種類です。ピスコさんに対してガムシロップ、レモンが1:1の割合です。はい、あ、ピスコ、90cc で、ガムシロップを30、はい、レモン汁を30、はい、卵白を大体1つの卵白の半分ぐらいを入れます。氷を大体4つ、強めにシェイクします。